かチェルンちゃんの薬の内中身ですね、内容ですね、はい、抗生物質、それからあとはピモベンタ、はい、これはちょっと心臓この子大きいから、あ、やっぱり心臓肥大化してます、そうそう、だから心臓の働きを高めるため心臓の薬、はい、心臓の収縮力を高めて血管を広げて血の流れを良くする薬、はい、それからあとエナラプキリグ、これは血管拡張剤、まあ、はい、心臓とか腎臓の機能を高める薬ね、はい、それからあとはですね、メトクロプラミド、メトクロプラミド、はい、これはですね、胃腸の動きを高めてご飯を食べるように、はい、よく使います、あのハムスターにね、はい、でもう一種類モサプリド、モサプリド、はい、これも胃腸の動きを高めて食欲が増えるように、ね、食欲が、はい、からあとはですね、まあ、総合ビタミンですね、はい、タウリン、はい、タウリンというのはちょっと肝臓原理にすると、それから、まあ、ブドウ糖が入ってちょっとだけ甘みをつけて飲みやすく、はい、それからですね、あとは免疫力を高めるためにプロバイオティクス、はい、プロバイオティクスで聞いたことありますか、はい、聞いたことあります、腸の善玉でヨーグルトに入ってるってよく書いてありますね、あとよくハムスターのご飯にも入ってますね、あのいいタイプの、あ、本当、はい、で免疫力、腸の善玉菌を補ってあげて腸の環境が良くなると、はい、そうすると免疫力が高まる、うん、免疫力が高まると例えば腫瘍と戦ってくれとかね、はい、病気と戦ってくれますよね、はい、次アガリプス、アガリプスというのはキノコなんですけど、はい、キノコ類にはベータグルカンというタンパク質が入ってまして、まあアガリプスたくさん入ってるんですけどね、はい、これも免疫力を高めてくれます、これもう一種類スーパーソフィア、スーパーソフィアは、まあ、乳酸菌が作り出す物質で、はい、ここがあるから私乳酸菌生産物質という成分で、はいはい、まあ、善玉菌が優先だとプロバイオティクスと一緒で、まあ、善玉菌じゃないんだけど、はい、作り出す物質が補うともともといる善玉菌が増えると、はい、から腸の吸収が良くなる、はい、それからアディポネクチンという成分が入ってて、これは脂肪細胞で作られる、はい、善玉ホルモン、アンチエイジングとかアンチ抗がん作用もあると、はい、それから免疫力を高めるマクロファージが多いとかね、アミノ酸、これそのものがアミノ酸が入ってるんで、はい、血となり肉となるとか、まあ、粘液経費の吸収が良くなるとか、はい、L ドーパーっていうのが入ってるから、まあ、まあ、人間でパーキンソン病とか、はい、そういう神経病にいいと、そういうのが2滴入ってるだけなんですけど、わかりました、はい、それが A に入ってる、はい、で B ね、B の薬のが大事なんだけど、はい、これは1回、はい、1滴で1日1回で、これは夜やってください、はい、夜ですね、はい、でこれにはですね、プレドニゾロン消炎鎮痛剤、はい、で消炎鎮痛剤もですね、ステロイドと非ステロイド、はい、2種類あります、はい、でどっちが効くかって言ったらステロイドです、でステロイドです、これ、こちらステロイドです、はい、でステロイドホルモンの中の副腎質ホルモン、でこれがですね、一番痛みを和らげてくれるし、あの副作用としてね、お水たくさん飲むとか、あのなんだっけ、食べる量が増えるとか、そういう副作用というか、そういう作用があるんで、はい、これを、あ、で今1日1回だけど、もし一般状態が上がってくればね、1週間か2週間経ったら2日に1回です。そうするとステロイドの副作用が出にくい、はい、でも今はちょっと状態、うんちがせめてね、60個以上出るようになるまでは1日1回あげてください、でこれはちょっと本当下の溜まってる、どっちでもそうだけど、よく振ってね、あ、はい、わかりました、だから必ず冷蔵庫保存ね、冷蔵庫保存、はい、要冷蔵、その室温で置いとくと効かなくなります、はい、で有効期限は昨日作ってるから1週間です、はい、ここに書いてあるんだ、そうですね、はい、だからこの薬と、それからで家に帰った時に、その今金網のケージ使ってるんですけど、あの子のうちは、それを衣装ケースの形に変えた方がいいですか、金網だと登っちゃうんですけど、あ、でも本人が登るんだったら別に運動はしてもいいです、ですはい、ただ運動しづらいよね、そうですね、あの足だと、足であの変にいつも通りに登ろうとして、ええ、なんかどっかよく挟まってたりするので、
挟まって暴れたりするので。あ、本座よくないか、うん、なのでちょっと変えた方がいいんだったらもうこの木にちょっとあの子に待たせて、ね、まあ、登れないようにしてもらうのはいいかと思いますね。あと下を見やすいようにキッチンペーパーにして床材引かない方がいいのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけどね。床材は引かない方がいい。でキッチンペーパーにした方がいい。あ、わかりました。で朝晩取り替えて、それでうんちの数数えてください。わ、はい、かりました、ね。それで一応これ続きでね、はい、食欲はちょっと難しい見るのは。でもなんかキマイとか剥いたらとかちょっとありますね。はい、食べた後はいくつかあったり、うん、なんかやっぱり頬袋に詰めて、うん、入ってましたもんね。でそれから食べてるかどうか。でうんちは昨日夕方まで1、はい、朝までで10個。でも小さい。はい、でおしっこはしてます。で体重は朝1、23。でもあの大きさ、うちに来た時からもうあの大きさだったんですよ。何が？うんちの大きさが。ああ、だいぶちっちゃくて、もともとこの子のうんちが。すごいちっちゃい。こんな子小さすぎて、もともロボロフスキーあんなもんだと思っちゃってたんですけど。でも、ちょっと小さいですね。だいぶ小さいですね。うん、はい、で、今 0.5 ですね。うん、栄養補助が何時かな？今11時ぐらいかな。そうですね。で昨日が 0.3、0.2、0.5、0.6、10時10分、12時30分、15時10分、21時20分、まあ2、3時間に1回で、まあ最大3分ね、これやるの、3分以上はもうやらんでください。やっぱりやる方もだけど、やられる方ももっと大変だから。仕事でいない間ができないんですけど、うん、だからできる、それはもう大丈夫、あの、はい、飼い主さんのできる時間帯できる時間ででやってください。はい、でまあ、1日3回か4回ぐらい、はい、でこう昨日は初めてだったから最初は少なくしてるわけ、あ、だから 0.5 から1ぐらい用意してやってもいいですよね。 0.5 かな、はい、はい、で薬の A を飲ませる、はい、2から4ね、はい、で B は1回ね、はい、じゃあそれを用意しますね。じゃあこれはお渡しします。ありがとうございます。次に書いてください。はい、連れて帰る先生、ケージとか持ってきてないんですけど、一回持ってきに帰った方がいいですか？それそうです、いろいろあった方がいいですね。何か箱とかあれば最悪箱に入れてそのまま連れて帰っちゃいますけど。わかりました。じゃあ用意しましょうか、うん、すいません、ちょっとケージ今日連れて帰ると思ってなかったので、ちょっとケージ持ってきてないので、それかすぐそこに100均かなんかあればすぐに虫かごかなんか用意して。あと目薬も出しますからね。はい、かしこまりました。目薬は3回以上、3回以上、3回以上というか、もうこれやるときはもう目薬させてください。流動食やるときも栄養剤と一緒に、もう一緒にまとめてやっちゃうってことですか？そうそう、何回もやってあげてください。はい、じゃあちょっとね、まだ計算書とか作ってないから、ちょっと待ち合いですか、こちらからでちょっとお時間いただけますか？はい、その間になんか虫かごかなんか買ってきた方がいいですか？そうです、そうしていただければ、そのまま助かりますが。近くがちょっと池下か、ちょっと元山にしか100円ショップないみたいなので、ちょっと一回帰った方が早いかもしれないので、ちょっと一回帰って。あ、そうですね。で、ケース来てください。はい、その間に作っておきますね。はい、お願いします。失礼いたします。薬はここにどこだ？ SCC 日本。加入で。で、ここに入れとくね。名前書いてないからね。はい、名前の書いたいやつがこの子ですね。で、服にできた？
はい、すみません、ライムちゃんだったかな。ライムちゃんの便検査。